遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。縄文土器の中には夜間や急須のような注ぎ口のついたものがありますね。それらは縄文時代の後期から晩期に多く作られておるな。この時期は土偶が盛んに作られた時期でもあるのじゃ。すると土偶と注ぎ口のついた土器とは何か関わりがあるのですかね。玉も察しが良くなってきたの。学者先生とは大違いじゃ。おそらくこれはセットで祭りごとに用いられたと思われるのじゃ。へえ、そうなんですか。土偶は妊娠を願う若い女性ですよね。となると注ぎ口のついた土器は男性ですかね。注ぎ口をよく見てごらん。先の方が必ず上を向いているじゃろう。それがなぜだかわかるかな。上を向いているのが当たり前と思っていたから意味なんて考えたこともありませんです。下向きだと土器の中の液体がこぼれてしまうからですよね。いやいや、玉くんはまだまだ考えが浅いな。実を言うと注ぎ口は男性のシンボルなのじゃ。でそれが上向きなのはまあなんというか、玉も大人になればわかるじゃろうよ。博士は大人ですよね。じゃあ博士もそうなることがあるのですか。はいよい、年寄りをからかってはいかんよ。 NHK の山形の記者じゃある前に。しかしの、注ぎ口の下に玉が2個ついた例も多いのじゃ。驚きました。私、名前が玉なのですが、玉げました。驚くのはまだ早いよ。注ぎ口の下に人の顔が描かれた例もあるよ。一体誰の顔ですか。もしかするとこれが縄文の玉三郎さんだったりして。いやいや、亡くなった先祖の顔じゃよ。要するにこの注ぎ口から小種が出てくるわけだが、縄文人は小種とは先祖の霊だと信じていた。だからその先祖の顔が描かれたのじゃな。そしてその先祖の霊が子を産む女の片代である土偶に注がれるのじゃ。ああ、だから注ぎ口のついた土器と土偶はセットでないといけないという話なのですね。玉は2つと相場が決まっているが、玉が3つついたのもあるな。先祖の霊を御霊というように、注がれる先祖の霊を3つの玉で象徴したわけだ。面白いことに3つの玉は台風みたいに渦巻いているのじゃ。じゃあやっぱり玉三郎だったんですね。風の玉三郎、ダッタダッタダーダダダーダダダー、なんちゃって。今日は玉の頭もくる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 渦巻いているようじゃな。沖縄の都では命の息風は渦巻きつむじへ吹き入れられるというが、すべての命は渦を巻いているということだろうな。